前さん、そいつを、その指をどこで手に入れた？落ち谷の獅子猿が喰らっていた。そうか。猿の腹の中とはな。そいつを、カシナ、お前さんの忍び義手に仕込んでやろう。酒を持ってきた。猿酒か。愛も変わらず辛い酒だ。だが、これが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらは、はぐれ忍び。まともな死は、もはやおらなんだ。故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには動けるようになったわ。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて、指笛を吹くと、谷に、悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしは、その音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。お前さん、ではまた。お前、久しくらいなら貸してやろう。